ほう、元日本代表の西大吾さん、J3 は民度が低い、ネットの煽りみたい。矢印これ。J3 の岩手ブルージェ盛岡に所属する西大吾が一個言いたかったんですけど、J さんは口悪いですね。選手のと忖度なしに指摘した。どういった口の悪さかと問われると、民度の低い感じ、ネットの煽りみたいなと回答した。若い頃を考えるとお前が言うなだけどな。J3 の場合は選手に対する待遇面に問題がありそうだわ。精神的に不安定になっても仕方ない。これよく聞くな。J3 よりさらに JFL、県リーグと下に行くほど口や態度も最低だって。こいつ大谷だって遊んでるよ。知らんけどとか言ってたマジもんだからな。知らんなら言うなってボコボコに叩かれて少しはおとなしくなったと思ったら変わってねえな。どのリーグもリスペクトなんてないでしょ。だからこそプレミアでは審判に逆らったら即カードなんて基準になったんだし、J3 はよりひどいって話なんだろうけどさ。まあ、そういう意識の低さだから J3 止まりの選手たち。って言われないよう頑張るしかない。J3 は制度としても、やっている選手の待遇や意識もプロとアマの境界線でプロ選手としての意識がない選手も一定数いるんだろ。J3 の選手って言うけど、結構元 J1 や J2 の選手がいるけどね。口が悪い選手は上に残れないという意味なのかな。部活でも敵チームを明らかにバカにしてきて暴言吐いたりするチームいるよね。ああいうのなんなんだろ。どのチームにも一人か二人くらいリスペクトを感じない選手がいるということはあるけど、ブルージェでそういう選手というと西大吾かな。まあダブルハイの決勝で相手選手の家族の悪口言って頭突きされてる選手もいるからな。口の悪い選手なんてどこにでもいるんだろ。